皆さんこんにちは。はいという歌いチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は10月27日に決算発表予定の注目銘柄を紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。今回リマーリネ計算で使う株価は2020年10月22日木曜日の終わり値を使います。7741のほうやメガネのレンズでとても有名です。 授業内容は、ライフケア、情報通信、その他となっています。売上が多いのはライフケアで全体の65%を占めています。利益率が高いのは情報通信で45%です。年初来高値は10月15日の12,515円です。現在は高値からマイナス3%、マイナス420円の12,095円となっています。 年初来安値は3月13日の7737円で、安値から見るとプラス56%、4358円上がっている状況です。財務についてはかなり安心できる状況で自己資本比率83%、流動比率495%となっています。営業キャッシュフローマージン比率はかなり優秀の28.3%です。 営業利益がマイナスですが、最終的な利益はプラスになっています。そして ROE 十七点五パーセント、ROA 十四点五パーセントとお金を稼ぐ力はバッチリと言える数字です。ただし営業利益がマイナスなのが残念です。前年の配当金は九十円で配当成功が三十パーセントでした。今回の予想は未定となっています。 仮に前年と同じ90円だとすると、利回りが0.7%となります。株主優待はありません。配当利回りの0%が総合利回りとなります。7309のシマノ。変速機やブレーキなど、自転車の部品で世界的に有名です。事業内容は自転車部品、釣り具、その他となっています。 売上が多いのは自転車部品で全体の80%を占めています。利益率が高いのは自転車部品で20%です。年初来高値は8月4日の23,670円です。現在は高値からマイナス15%、マイナス3,510円の21,160円となっています。年初来安値は3月17日の12,930円で、 安値から見ると、プラス56%、7230円上がっている状況です。財務についてはかなり安心できる状況で、自己資本比率91%、流動比率926%となっています。営業キャッシュフローマージン比率はとても優秀の18.7%です。利益率も高くて、営業利益率18.7%、 純利益率14.3%となっていますそして ROE10.4%ROA9.5%、e、とお金を稼ぐ力はバッチリです前年の配当金は155円で配当成功が28%でした今回の予想は155円で利回りが0.8%となっています株主主体はありません 配当利回りの0.8%が総合利回りとなります。6702の富士通。IT のサービスやサーバーで有名です。事業内容はテクノロジーソリューション、ユビキタスソリューション、デバイスソリューション、その他となっています。売上が多いのはテクノロジーソリューションで全体の80%を占めています。 利益率が高いのはテクノロジーソリューションで2%です。年初来高値は7月31日の14,795円です。現在は高値からマイナス7%、マイナス1,035円の13,760円となっています。年初来安値は3月23日の8,351円で安値から見ると、 プラス65%、5409円上がっている状況です。財務については安心できる状況で、自己資本比率41%、流動比率140%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は9%といい感じです。利益率は悪くなくて、営業利益率5.5%、純利益率4.1%となっています。そして、ROE13%、 R O E 5.4%とお金を稼ぐ力はバッチリです。前年の配当金は180円で配当成功が28、23%でした。今回の予想は200円で利回りが1.5%となっています。株の収体はありません。配当利回りの1.5%が総合利回りとなります。六三ゼロ五の日立建機。 建設用の機械で世界的に有名です。事業内容は建設機械ビジネス、ソリューションビジネスとなっています。売上が多いのは建設機械ビジネスで全体の90%を占めています。利益率が高いのはソリューションビジネスで9%です。 年初来高値は9月30日の3835円です。現在は高値からマイナス4%マイナス170円の3665円となっています。年初来安値は3月19日の1840円で、安値から見るとプラス 99%1825 円上がっている状況です。財務については安心できる状況で自己資本比率41%。 流動比率161%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は低めの2.4%です。利益率は悪くなくて営業利益率7.8%、純利益率4.4%となっています。そして ROE8.6%、ROA3.6%、e、とお金を稼ぐ力はまずまずといったところです。利益率はちょうどいい感じなので売上の割合を高めるとバッチリです。 前年の配当金は60円で配当成功が31%でした。今回の予想は未定となっています。仮に前年と同じ60円だとすると利回りが1.6%となります。株主優待はありません。配当利回りの0%が総合利回りとなります。5486の日立金属。ネオジム磁石で世界的に有名です。 事業内容は特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料、パワーエレクトロニクス、電線材料、その他となっています。売上が多いのは素形材製品で全体の34%を占めています。利益率が高いのはその他で15%です。年初来高値は2月6日の1802円です。 現在は高値からマイナス9%マイナス159円の1643円となっています。年初来安値は3月23日の951円で、安値から見るとプラス 73%692 円上がっている状況です。財務については安心できる状況で自己資本比率53%、流動比率138%となっています。 営業キャッシュフローマージン比率はとても優秀な12%です。営業利益がマイナスで最終的な利益もマイナスとなっています。前年の配当金は26円で配当成功がマイナス30%でした。今回の予想は未定となっています。仮に前年と同じ26円だとすると利回りが1.6%となります。株の集体はありません。 配当利回りの0%が総合利回りとなります。4967の小林製薬。消臭方向剤であまりにも有名ですが、他にも家庭用品の製造販売をやっています。事業内容は国内、国際、通販、その他となっています。売上が多いのは国内で全体の78%を占めています。 利益率が高いのはその他で39%です。年初来高値は4月27日の11,250円です。現在は高値からマイナス9%、マイナス1,060円の1万1 9 0円となっています。年初来安値は3月13日の7,220円で、安値から見るとプラス41%、 2970円上がっている状況です。財務についてはかなり安心できる状況で自己資本比率78%、流動比率365%となっています。営業キャッシュフローマージン比率はとても優秀な12%です。利益率も高くて営業利益率15.7%、純利益率11.4%となっています。 そして ROE10.9%ROA8.5%、e、とお金を稼ぐ力もバッチリです前年の配当金は73円で配当成功が30%でした今回の予想は75円で利回りが0.7%となっています権利確定は6月と12月100株1019000円で自社製品が 1>, 1年間で1万円分もらえます。家庭用品など3つのコースから1つ選べるというものです。5000円相当のものが6月と12月年2回で年間合計1万円相当となります。それとこの自社製品の他に通信販売などの買い物が10%割引になるという特典もついてきます。ちなみに300株を3年以上継続保有することによって選べるギフトが年に1回。 12月にもらえます。優待利回りは1%で配当利回りと合わせた総合利回りは1.7%となります <laughs> 4063の新越化学工業塩化ビニル樹脂や半導体シリコンウェハーなどで世界的に有名です事業内容は塩ビ化製品シリコン機能性化学品半導体シリコン 電子機能材料加工その他となっています。売上が多いのは塩ビ化製品で全体の三十一パーセントを占めています。利益率が高いのは半導体シリコンで三十七パーセントです。年初来高値は十月二十一日の一万四千五百九十円です。現在は高値からマイナス一パーセントマイナス百五円の一万四千四百八十五円となっています。 年初来安値は3月17日の8751円で安値から見るとプラス 66%5734 円上がっている状況です財務についてはかなり安心できる状況で自己資本比率84%流動比率551%となっています営業キャッシュフローマージン比率は26.7%とかなり優秀です 利益率もかなり優秀で営業利益率26.3%、純利益率20.3%となっています。そして ROE11.8%、ROA9.9%、e、とお金を稼ぐ力はバッチリと言えます。前年の配当金は220円で配当成功が29%でした。今回の予想は未定となっています。仮に前年と同じ 220円だとすると利回りが1.5%となります株主優待はありません配当利回りの0%が総合利回りとなります今回の動画は以上です次回もお楽しみにバイバーイ